さんこんにちは、さくら千里です。今日は抹茶とバナナと、あとこちらもうすぐ旬のさくらんぼを使ったデザートプレートを作りたいと思います。それではレッツクッキング。リクエストにあったデザートプレートを作ってみました。スイーツ第1弾になります。これからあったかい季節になりますが、どれか一つずつでもいいので、ひんやりしたデザートを作って夏休みしてみてはいかがですか。それでは召し上がれ。 See you next Tuesday!